ロバート・ユーリックはアメリカ合衆国オハイオ州生まれの俳優。滑膜肉腫のため55歳で亡くなった。オハイオ州トロントに生まれる。フットボールの奨学金でフロリダ州立大学に入学し、通信学の学位を得る。後にミシガン州立大学で放送の研究と経営の修士号を得る。しばらくラジオの営業などをしていたが、 バートレーノルズの援助で役をもらい舞台を踏む。その後テレビにも出演するようになり、1978年から始まった。ベガスで主役のダンタナー探偵を演じ、同番組は1981年まで続いて、ユーリックの代表作となった。1992年には、ユー、ボーツ、テラー、オンアワーショアーズのナレーションで、エミー賞を受賞した。 1996年、ユーリックは、活膜肉種であることを公表した。その後、ユーリックは、妻と、肉種研究の基金を設け、クイズ番組、Who Wants to Be? アミレオネアに出演すると、獲得賞金12万5000ドルを自分が治療を受ける、ミシガン大学総合癌センターの基金に寄付した。しかし、本人は治療の甲斐なく、カリフォルニア州、 サザンオークスで死去した。1974年に女優のヘザーメンジースと結婚し、3人の子供に恵まれた。ありがとうございます。